はい、おお、まあ、基本的にテキストアドベンチャーではあるんですけども、はい、実はちょっと今回こだわりとして、キャラクターは 2D なんだけど、うん、その、まあ、これ全部のシーンではないんですけども、はい、こういった 3D 空間とかを意識した空間演出ってところを踏まえつつ、その雰囲気のあるライティングだったりだとか、うん、キャラクターに対しての特殊効果、まあ、アニメの結構やっぱりその最近すごく綺麗なアニメ映像っていうのがやっぱり多いじゃないですか、やっぱそれをじゃあ PS4 とか、まあ、ハードが上がったことによって、うん、ただのアドベンチャーゲームじゃなくてそういった表現って、ゲームの中に落とし込めないのかなみたいな形で、ちょっと表現のチャレンジっていうところをしていますと。なんかこの光っていうか空気感がすごく綺麗ですね。ライティングちゃんと 3D でできてて、うん、グーッと入っていってなんか異世界に、なんか今この5秒ぐらいの映像見た瞬間に買うわって言ってくれた人もいるぐらい分かる分かるこの雰囲気でも何ですかね、回り込む感じありましたよね、うん、2D なのに。あ、だからそうなんですよ、一応これあの全マップではないんですけども、はい、3D で作ってるマップも背景もあるし、キャラクターは 2D なんですけども、はい、あの 2D に見えるような演出をしつつ、ちゃんとカメラのカットっていうところを、はい、切り替えて演出をしていくというような形になっています。で、まあ、こういった探索遊び、まだその、探索遊びとかのバランスもまだ取れてはいないんですけども、はい、こういった遊びの中で、いろんな探し物をしたりだとか、うん、キャラクターとの、会話を、しながら進行していく、まあ、基本的には、キャラクターとの会話が中心で進行していくんですけども、そういった中での単純にもう今回本当世界観のこの新しい、デジモンのちょっとゲームならではの新しい世界観というところの表現でこういった、はい、空気感っていうところも、演出をさせて、魅力的なドラマっていうところを作り上げていければなと。ワクワクしますね。皆さんどうですか、ね、結構脱出ゲームって持ってる人もいるみたいですねまあそうですね、まあ、基本的にまあ異世界からどう脱出していくのかっていうドラマが中心ではあって、まあ脱出ゲームみたいなそういったパズル的な要素はそこまではないんですけども、どちらかというと誰と会ってどんなイベントを見て、その結果バトル、シミュレーションパートのバトルの戦局はどう変化していって、それの分岐でどうマルチに物語が分かれていく、その中で先ほどもおっしゃったように人が死んでしまったりすることもあったり、そうですね、だから意外と今回ちゃんと伝えなきゃいけないのは、はい、死ぬキャラが何人かいますと、はい、そうですね、選択肢次第で、ああじゃあ死ない風にすることもできるってことですね。そうですね、一応ルートとしては大きく分けると一応現状だと、はい、まあ、3ルートプラスアルファな感じの、はい、ルート分岐になっていて、その中で、誰が生き残るんだろうみたいな形の、ことを、楽しんでもらえたらいいかな。うわちょっとこれはセーブデータいっぱい作んないとって感じそうですね、はい、じゃあそんな感じでちょっと映像の方は一回、ここで切らしてください、はい、うわでも綺麗だったな映像、うん